新宮藩の関所跡を後にして鳥居をくぐります。こちらが俗界で朱塗りの振り笠橋を渡ると聖地です。那智山への参道をしばらく進むと、現在も参詣者をもてなしてくれている大門坂茶屋です。ここでは男女とも平安衣装を着ることができます。こんにちは。店のご婦人にお話をお聞きしました。すいません、ここではこういう平安衣装を、はい、貸し出しされているんですか？ここで着付けしまして、レンタルになっているんですけれども、そうですか、はい、割とどなたでも、そうです。そうですか、はい、この方でも予約なしでも、まあ、多い時は予約が、多い時は予約していただいた方がスタッフ揃いますのでね。だいたいどれぐらい時間、着替えには時間かかります？男性でしょうか、女性でしょうか？男性でしたらどのぐらい？男性だったら10分くらいですね。そうですか、はい、女性ではどうですか？女性では5分ちょっとありましたら、男性は袴が少しね、長かったり短かったりします。そうなんですか。そこは調節がありますので、ね、その部分で少し時間かかりますね。結構今人気があるようですね。多いですね。結婚式もありますしね、上は結婚式の写真なんですけれどもね。そうですか、はい、これが結婚式ですかね。はい、それこちらなんかね、これがそうです、ね、結婚式の写真ですか、はい、ね、こちら先ほどこうだ恋人同士で来られた時の写真ぐらいですかね。これは結婚式、これも結婚式です。これも結婚式ですか？はい、そうなんです。この下はもう一般の方です。まあ天皇さんから、皇太子さんから、安倍さんかとか。安倍さんもお越しなんですか？ますけれどもね。そうですか、これはちょっと歩けることができるんですか？来てこの辺り散策できます。そうですか。散策のコースね、モデルコースとね、ここに体験コースがあるんですけれども、モデルコースの方は、この辺り 2,30 分で、そうですか、はい、で、あと体験コースって言いますのは、ここで着替えられて、そして那智大社と西岸都市とお滝まで行って、大体 2,3 時間ぐらいになるんですけれどもね、それで 3,000 円です。それで 3,000 円ですか、はい、男性も女性も、はい、そうですか、はい、お子様も一緒です。そうですか、はい、本当にありがとうございます。いえいえ、どういたしまして、また機会ございましたらぜひおいでください、はい、ありがとうございます。私も着てみたいと思いました。しかしここは我慢をして前に進みます。この茶屋を後にすれば、いよいよ熊野那智大社への参道に入ることになります。美しい石畳です。その道をしばらく歩くと、熊野古道を挟んで左右に仲良く並んだ夫婦杉があります。樹齢800年ということです。ご夫婦の間を通らせていただいて進みます。道幅が2メートルほどの石畳が上へ上へと続きます。熊野古道随一の美しい道がこれから500メートルほど続きます。
この地が特別暖かいのでしょう。12月に木々が色づき、今が紅葉です。空の上から時刻を知らせるチャイムの音です。何か微笑ましく感じました。その音に聞き入っていると、右上にタフケ王子社跡を示す石碑が見えてきました。タフケ王子社は手向けの意味があると言われ、王子社の名前はこの社を、そう、塩崎タフケが設けたことから由来するという説があります。つくも王子の最後の王子で、上皇や貴族などの人々の払い所であったと言われています。石碑の後方にひっそりと庚申塔と常夜塔があります。今も参詣者を静かに見守ってくれています。次回はタフケ王子社跡から扇の看板がある二丁石までの道を紹介します。